弦楽四重奏曲第1番派単調作品51から1はヨハネス・ブラームスの発表した最初の弦楽四重奏曲である。第2番位単調作品51から2と同時に1873年に発表された。これらの2曲は著名な下界でありアマチュアの音楽家であった親友テオドール・ビル・ロートに捧げられている。しかし音楽上の助言は ブラームスの友人ヨーゼフ・ヨアヒムから多くを受けている。ブラームスは自己批判が強く完璧主義で自分の曲を発表するにあたり大変慎重だったため公共曲第一番の作曲に20年以上の歳月をかけていた。弦楽四重奏においても同様に慎重を重ね同時に発表された最初の2曲には最低8年間の歳月を要している上、 その前にも20曲を超える終作が書いては破棄されている。それも最初の2曲を発表した2年後に、第3番を発表した後、弦楽四重奏曲を書いていないため、室内楽曲を多く残したブラームスにしては、弦楽四重奏曲はわずか3曲しか残されていない。ブラームスは、先人、ベートーベンの残した16曲の弦楽四重奏曲を、敬いつつも、 その偉大さから受ける重圧には悩まされなければならなかった。ベートーベンの重圧を感じずに済んだピアノ付きの室内楽曲や若い頃から筆が進んだ弦楽六重奏曲、弦楽五重奏曲、各二曲に比べ弦楽四重奏曲の三曲は地味な感は否めない。それでも残された三曲は室内楽の王やらしくいずれも佳作揃いであり、 ロマン派の弦楽四重奏曲として重要な位置を占めている。同じ派単調の公共曲第一番同様、劇的で力強い構成を持っている。演奏時間は30分ほどである。ありがとうございます。